ルするな。大丈夫ですかね。さあ、ホンダフリード EHEV です。じゃあこの辺からいきます。はい。まあ、モーターが123馬力、まあ最高出力は大したことないんで平和維持軍って感じ。ただモーターでトルクがあるから乗りやすいっていうのはある。80キロ。お、まあ悪くないな。すごいな、このロードノイズの低さとかって、140キロ、立派、穏やかですか。でもさ、はい、これダブル、ダブルレーン怖い、怖くね。ちょっと今、ロールが、ロールスピードが一瞬速かった気がするんですけど、ひっくり返んないよね、多分。ロールするな。大丈夫ですかね。一応捕まっとこう。ああ、まあグリップが低いから大丈夫ですね。はい、びっくりするぐらいやっぱり乗り心地がいいですね。で、まあイーヘブなんで、あのやっぱ加速はまあ実用的には問題ないと思うんですけどね。あのでもすごくロールするから。ちょっと怖いなと思ったんだけど、やっぱり VSA、ESC で一発目カーンって止めて車速落とすから、まあ、そこはよくできてるなと思いました。まあフリード悪くないんじゃないかな。フリードはタイヤグッドイヤーエフィシェントグリップ、全て7ミリ以上の溝があります。はい、100、100、100。はい、一発決め。100、100。ちょっと、ちょっとこっちが怖かったな。はい、ロールオーバー的な、うん、まあ内輪がペローンとこうリアのね、はい、内輪が浮いたのが嫌だったね。100と101を行ったり来たり。105、105。101安定したかな。102、102、102。ちょっとここは怖い、怖いと思うけど、はい、でもバラつかないね。53。1回目は52。ああ、いいね、うん、はい。今人気絶好調フリード君で、まあスライドドアで、まあサンダーシートで、まあ日本の典型的な今の多くの日本の、ユーザーが求めやすい車なのかなと思ってテストしたら、乗り心地がいいのでちょっとサスペンションが旋回に入った時にちょっとリアの内側がなんかこうめくり上がるようなこうロールモードがあるんで、ちょっとドキッとしてちょっと右足のブレーキが離れやすくなるんだけど、まあもう少しそのリアサスの内輪ジャッキアップみたいなものが止まって、まあフラット感が出ればまあパーフェクトなんだけど、まあそこまで求めちゃいけないのかなと思いつつも、やっぱりもうちょっとダンパーなんかにコストをかけていただければ、この車もっとダイナミック性能は良くなると思いますけど、ただライントレースと制動距離は、まあ、このカテゴリーの中ではかなりいいなと思いましたね。でバラつかないんで1回目も2回目もほとんど正確にライントレースと制動距離出してるので、やっぱタイヤも含めてシステム全体が、まあ、このウェット性能に対して十分な安全性を持ってるというふうに思います。